源氏方の大将をやっておりましたのがおなじみの源義経で、まあ、皆さんおそらくね、義経と言いますとね、いい男をイメージされると思いますが、これは誤解ですからね、今日境に改めてください。私調べましたけどね、義経は男ですが身長が140センチちょっとしかないんですね。で、目が小さくて鼻がぺちゃんこで歯が出てて髪が薄かったんですよ。ちょうどあの吉本の狭間寛平さんみたいな顔してる。でこの人の生い立ちを調べたんですが、この人ぐらい不幸な人はいません。お父さんが義朝、お母さん時はですね、何人かの子供がいて、義経は下の子供なんですが、3歳の時のお父さんが風呂場で殺されちゃってる。それからは母子家庭で育ってますから、遊び方だって暗いですよ。人の影踏んだり、幼女誘拐したり、不幸の手紙書いたりね、ろくなことはしない。で普通はこういう時にお母さんが優しく包むんですけども、この時はが薄情だった。旦那が死んだ途端に敵などの大将を清盛とかへ寝返りましてね、私の体を好きにしてください、その代わり子供たちを助けてくださいと哀願したんです。これは歴史上大変に重要なポイントになりますんで、勘で含めるように説明してみたいと思います。よろしいですか。今の私の言い方ですと、子供たちを助けるために抱かれたと矢印がこうつくわけね。ところが私ね、いろんな歴史の本を紐解いてバラバラにしてみましたけどね、単なる女の業で抱かれてるんですね。男子師匠流に言いますとね、女の業だとこういうことになるんです。ってのは義朝ってのは子供をおじで作ってたんですが、セックスが淡白だったそうですね。もう正常一本やり、終わると背中を向けてすぐに寝るという40代の主婦に一番嫌われるパターンです。いいんですよ、一本やりだって物が大きいなんていう特典があれば。ところがこの義朝という人は、物は小さいわ、早いわ、下手だわというね、いわゆる三重苦でございますね。源氏方のヘレンケラーと呼ばれてましたから、あら、時はにしてみれば面白くないですよ。普段からね、ジョアンナの愛し方やなんか熟読してますからね、今晩あたりクジャクでとかいろんなこと考えてる。その割に何にもしてくれない。このまま年を取るのは嫌だなと思ってるところへ清盛が声をかけてきたわけですね。で清盛ってのはご案内の通り勢力絶倫でございます。役者でいうと勝新太郎タイプですね。あの鎧の下にコカインを隠していようかって、そういう感じなの。もう全身くまなく油切ってますからね、おげ抜けにマムシドリンクとユンケル皇帝液ラッパ飲みにしましてね、鼻血が出るのを出し麺で抑えていたって、そういう人です。まあ口説き方も豪放雷楽ですけどね、この口説かれた時はなんですが、この人が絶世の美女のとこへ持ってきてナイスバディだったわけですね。まあね、昔からね、美人は国を傾けると言われてますから、今日この会場にお見えの女性の方、私は心配しておりますよ。国を傾ける方かなりお見えですね。まあ、若干刺さり方も来てらっしゃいますけどね、ほとんど傾けるか。ただあの一口に美人と言いましてもね、昔の美人と今の美人は基準が違いますから、私は好きでね、源氏物語ってよく読むんですよ。あのヒーローが光源氏という宮中ローラースケートで滑った若者でございますけどね。で皆さんね、光源氏って言っていい男だと思ってますけど、あれ役者が良かったんですよ。昔は長谷川一夫さんの当たり役ですね。それからまあ近年では沢田研二さん、あるいは東山君がやってるでしょ。でいい男がやってるからいい男なのかと思いかもしれませんけども、あの時代によってその基準が違いますからね。平安時代の美男子の典型ってのは寛骨といって、ここの骨が高いんです。エラが張ってる、眉毛が太くて濃い、目がでかくて鼻がでかくて唇が厚くて耳が大きいんですよ。ですから光源氏ってのは本当は沢田研二というよりはジャイアンツに入った松井みたいな顔してるわけですね。で美人の代表のように言われてる夕顔ですけどね、その時代の美人の典型は下膨れです。あの下膨れってのは魔法使いされによっちゃんみたいな顔してるわけです。で眉はかき眉ですね。で目が一重で鼻が小さくて口が小さくて耳が小さい、今の女優さんでいうと田中優子みたいな顔なんですね。ただ田中さんと決定的に違うのは、田中さんほどシャンプーやリンスがまめにできなかった。その時も朝シャンなんてありませんよ。もう1週間に一遍です。1日かけてお風呂に入ってましたから、普段は臭いんですね。84とかバンなんてありませんからね。しょうがないから伏せ子というのをやって、お香を焚いてその上に着物をかぶせて、お香の匂いを着物にくっつけてカムフラージュしたわけですね。であの平安の宮中というのは昼間でも2メートル向こうに誰がいたかわからないというぐらい暗かった。で夜は真の闇ですから、これを利用して夜這いという結構なシステムがあったわけです。まあ、今で言うとベンツとかアウディがね、彼女のうちの前にキュッとこうつくわけですね。その時はもちろんそういう車はないですよ。なんでなかったかというと、柳瀬がなかったからなんですけど、その時は牛が引っ張ってまた牛の車と書いて牛車、間抜けなもんですね。タコメーターレッドゾーンまで踏み込んでも牛がもうってなっておしまいなんだ。で暗いところを光源氏が夕顔ちゃんって言いながら来るわけですね。で夕顔ちゃんがプアゾンかなんかくっつけてここよって教えるわけです。ですから源氏物語をきちんと解釈すると、非常に不潔な田中優子さんとジャイアンツの松井が呼ばいをしてた話ってことになる。
で、ここから美人は変遷を遂げてますがね、昔の美人と今の美人の一番の違いはどこにあるかというと、色の黒さですね。あの今ね、色が黒くても市民権もらっておりますけどね、一昔前の女性ってのは色が黒かったら水曜日にまとめてゴミと一緒に出されたんですよ。そりゃそうですよ。日本の美人はもう色が白くなんか通用しませんからね。何々小町なんて言われる方みんな裸になると胸のところに丸いあざがあったんですね。で、転んだのかなと思ってよく見たらそうじゃない、朝食べたお漬けの実のわかめがあばらの3枚目のとこ仕掛かってる。それが透き通って見えたって言うんですよ。髪はカラスの濡れ灰色、三国を自慢で見せる富士美体、これが少なくなりましたですね。もうヘアダイなんてやると一発で崩れて皆さんお揃い山みたいな頭になっちゃう。思わず力道山呼び出したおかしらと思いますけど、ね、で、眉は三夜の三日月眉毛といってね、放物線を描いてるのが美人の眉毛なんですけど、最近の若い女性活発ですから親からもらった眉毛みんな剃っちゃうと思い思いのデザインいたしております。中には大体に武将な女の子なんか横に一本引いちゃったりなんか、向こうから郵便番号が歩いてきたのかしらとかありますよ。思わず口の中にハガキ押し込んだりなんか。で、鼻は高からず低からず、昔は鼻が高いと嫌味と言って嫌われたんですね。で、低ければ幸せかって言って限度問題ですよ。いますよ、アックスボンバーを正面から食らったというのはね、タバコを吸うと煙がもろに上に上がりまして、額に槍がたまると、これはダメですよ。せいぜい嘘つき聖子ちゃんぐらいですね。で、唇でございますけどね、これも厚っぺらはダメ、色気がない、薄っぺらは白状に見える。ですから唇は厚っぺらでなく薄っぺらでなくちょうどいいっぺら、これがいいわけですね。で、首は細く締まってまして、肩はなで肩下がって胸、これも今大きな方がモテますがね、昔は胸の大きな女はバカだと言われた。今でもその名残があるような気がしますけどね。細川文江ちゃんなんて大きいでしょ。あの子は裸で物を拾おうとすると手より先におっぱいが床についちゃうそうですね。だから後ろから見てると手足がもう6本あるように見えるそうですけどね、こういうのが昔の美人なんですね。で、まあ確かにね、最近も綺麗な方は増えましたけども、色気のある方が少なくなりました。これどうしてかっていうと、拗ねるということがないんですね。あの昔はね、お前デブだななんてからかえるとほっぺた赤くしてね、あんまりよとか随分ねなんて言ったの。今すねとほっぺたの赤くなる女の子なんかいないでしょ。たまに赤いなと思うと単なる田舎者だったりなんかしますから、ね、で、これコツがありましてね、ずいぶんねと言った後に下唇を軽く噛む、これがポイントです。ちょっとサンプルやってみたいと思います。私ドモホルニンクリシステム通っておりますから、ね、まずはサンプルから、下唇を軽く噛みます。ずいぶんねこれがいい。お分かりですか。じゃあ皆さんご一緒に言っときますけど、下唇ですよ。これ何が勘違いしたか、上唇噛んでる方います。上唇まずいです、随分ね。三橋道也さんじゃないですからね。あと手の使い方ですけどね、手はクロスするほど綺麗に見えるんですね。あのダブル朝の見てください。こっち側の髪の毛いじくるときにね、あの左手は絶対使いません。必ず右手を持ってきてこう触るでしょ。この方が綺麗なんですね。イヤリングもそうです。こうやって取ると色っぽくないですね。これもダメ。ひどい方は両方いっぺんに取る。こんなの問題外ですよ。もうコンクリート詰めにして八郎型に沈めるしかないですから、こっち側の場合はこうですね、こっち側の場合はこうです。ですから変な話ですけど、鼻をほじくる時もそうですよ。よく若い方で向きになってこうやってる方いますけどね、ちょっと工夫してください。左の鼻の穴の場合は右の指を持ってきてこういう形になる。お分かりですか。じゃあ皆さんご一緒に。ちょっとしたことで随分違うんですけどね。